じゃん。さあ、後半戦の展望。お、ね、ここに注目。はい、なんか真似したな、おうちの。うまいですね。うまいね。かわいいね。はい。ね、はい、後半戦、はい、残りもう50試合ぐらいかな、ね、あ、それをどう戦っていくか、うん、まあ、そこによって大きな順位の変動があるし、まあ、この選手が活躍すれば、まあ、順位がこう変わってくるんじゃないかっていうね。そうですね、まあ、期待も含めてコロナっていう影響もあって、こう選手の入れ替えがしなきゃいけない球団も出てきますんで。そうなんだよ。だからそこら辺大変なんだよ、そうですよね。だからそこら辺読めないからね、うん、どこの球団がコロナになって、はい、ね、大量にこう選手がいなくなるとか、はい、そういうことは読めないけど、はい、まあ、前半の戦い方を見ながら、あ、こうなっていくんじゃないかなっていうのはちょっと予想したいというふうに。 まだ見られてない方、前回のね、まあ、前回の前半の振り返りの動画を見てもらえるとより分かりやすいと、ね、はい、そちらを見てこちらをちょっと見ていただきたいという動画になってます。そうですね。では後半戦の展望、ここに注目、ね、やっていきたいと思います。さあ、それではですね、はい、まず後半戦の順位予想、ね、こうなるんじゃないかという順位予想をまずセ・リーグからやっていきたいと思いますが、はい、1位優勝はヤクルト、おめでとうって多分なると思います。阪神ですか。阪神、広島 DeNA、まあ、中日と、あ、いうことなのね。まあ、例えばそのヤクルトは、まあ、大体予想はつくよね、はい、これなぜかというとさ、やっぱゲーム差があるわ、直近がやっぱかなりしてるし、これから5割でいけば確実に優勝するというね。そうそうね、前半の貯金がでかいですね、そう考えると。そうそう、阪神を2位にした、これなぜかというと、まあ、広島との競り合いになるんだけども、やっぱ青柳がしっかりしてるということ、はいはいはい、エースが負けないということ、まあ、これがね、まあ、一ついいということと、ただ阪神は気をつけなきゃいけないのは、後半のスタート用意ドンで10試合が大事、はいはい、これ10試合で1勝9敗とかなってくるとダダッと下がる。これなぜかというと、やっぱ矢野監督が辞めるって言ってるでしょ、はい、今この位置にいるとモチベーションが高いんだよ、はい、だけど、あ、これダメだと思ったらもう次の監督に移行するから、うん、後半の開幕ダッシュを今年の開幕という風な位置づけで考えると危険だけども、でもまあ状態がよく開幕するだろうから、まあ2位という、うん、分かる言ってること。いや、分かります。ただね、こうこの時期甲子園が使えないっていう。大丈夫、あの甲子園じゃない方が強いから。あ、そういうことですね、うん、例えば遠征に出る、はい、やっぱドーム球場もある、うん、ね、クーラーは涼しい、ホテルは快適だと、まあ、そういうところなんで、死のロードっていうよりも、死のロードっていうのは昔の話でさ、はいはいはい、まあ、例えばクーラーの効かない列車で行くとか、はいはい、そういうところは、そういう時は死のロードだったけど、はい、阪神の選手もよく言ってる、死のロードって言うけど別に京セラドームも使えるし、はい、楽ですよと、うん、だからそれはあんまり心配しなくて、で広島、はい、ね、広島が3位、この阪神とじゃあ何が違うんだって言ったら、やっぱ投手力なんだよね。やっぱもっと競ってくると思うんだよ、はい、これからは。そうなってくると、やっぱこう中継ぎ、セットアッパー、ここら辺の違いが俺は阪神と出てくると思うんだ、はい、そうですよね、うん、そこ前半で言われてましたんで、うん、で DeNA、はい、で DeNA はなぜ4位かというと、この前 の、 あの甲子園の後半の最後の阪神で戦、あの甲子園で戦った時の阪神に一つの分はあるなという、選手が育ってるわ、しっかり、まあ、近本だ、中野だ、佐藤だ、大山だとかで、あとはロドリゲス、まあ、あれもなんか後半やりそうだし、 いけそうですか、なんか評判はね、いや、俺はいけそうだと思うよ、うん、だからちょっとね、それとは違うし、例えば前半戦牧が怪我をした、宮崎が打撲してちょっとおかしくなった、外が離脱した、そうなってくるとまた後半、はい、なんかそういう怪我が巡ってきそうな気もするんだよね、はい、だからそこら辺がね、万全であれば上に行くと思うけど、ちょっと苦しいかな。オースティンもね、
前半いなかった、そのツケが回ってきてるし、でジャイアンツ、ジャイアンツはやっぱ投手力だな、投手力がやっぱちょっと弱いね、他と比べると。だからここら辺もちょっと苦しむかなという感じがする。で中日、まあ、選手がいないという、だからまあこれは一言だけど、はい、まあ、だけどまあこうなるかなというね、はい、まあ、そんな感じがします。だ続いてパ・リーグの、パ・リーグね、はい、はい、何が起こるの？はい、これね、なんでロッテにしたかというと、はい、それ聞かせてください、はい、西武との比較をするよ、走れるんだよ。だから俺はもう常々言ってるのは、投高打低の時は何を使わなきゃ点が取れないって言ってる。足、足が一番使えてるのがロッテなんだよ。そうですね。で高部、荻野っていうね、1、2番で、荻野高部か、1、2番が足が使える。そうなってくるとやっぱ配球も変わるんだよね。例えば高部が出る、はい、ね、中村が初球まっすぐ振りに行く、それがハマってくるとさ、いいピッチャーでも配球を読まれると苦しくなる。やっぱ走ってるロッテがやっぱ有利なんだよ。で確かに西武ライオンズ投手力も上がってきてる、はい、足も使える選手は多い、はい、だけど失策が多いんだよ。この失策がなくなって前半走ったロッテよりも西武が走れることができるた、できたらこれはひっくり返る、はいはいはい、だからできれば俺はこのぐらいにしておきたいんだよ。あ、じゃあもう本当にもいや本当にわからないよっていうこと、はいはい、だからその前半の前半戦の数字を見て俺はそれを感じた。だからロッテは上がってくるなっていう。じゃあさらにこのロッテが独走できるかどうかっていうのはやっぱりその外国人2人がさらに打ってくれるとってことですよね。そう、それと前半の後半間際、はい、首位に立った途端に中継ぎ陣が少しダメになったんだよ。だからここら辺のプレッシャー、うん、でこっちは東条、ゲレーロ、オスナ、はい、増田持ってるよね。だからここら辺はちょっと強力かなって思うんだよ。で逆にその西武がこう失策を多く後半戦をしていくと、この下の方に近づくことはないんですか？いや、あるある。ここにひっくり返さない。その2と3ってどれぐらい空いてるんですか？もう僅差だいや僅差だよ、そりゃ僅差だよ、はいはい、そりゃね、先発投手陣を見たらここがナンバーワンだよ、うん、ナンバーワンだけども前半のツケ、そういうものがあるかなっていう感じがするよね。だからやっぱり必死に上げてきたと思うんだよ、その疲労だとか、また怪我人を出すんじゃないか、まあ、吉田正尚やっぱ怪我勝ちだよね、後半暑いところを抜けて秋口に。だからここら辺も心配なんだよね、ちょっとね。だから今こうセーブしながらちょっとやってると思うんだけど、彼は彼なりにね、怪我しないように。だけどやっぱり力いる時あるからさ、そういう時にどうなんだっていうことがちょっと心配だな。でソフトバンクは、はい、これ怪我人が多く出て、出ますね、はい、でみんな必死に戦ってたと思うんだよ今までは、はい、前半はこれが疲労となって出てくるという感じがする、うん、投手陣も野手陣も含めて。だからさらに戦力がダウンするんじゃないかという感じがする。でもやっぱり層は厚いです。層は厚いって言っても薄っぺらな層だよ、まだ、はい、いい素材はたくさんいるんだよ。だからそれに実績ができて初めて層って言うんだけど、はい、ちょっと薄すぎるんだよね、まだ。じゃあということはこう今の間に7月中にいろんな選手を補強しといた方がいいんじゃないですか？補強もできないできないですか？だって出せないもん今選手は。そうか、うん、余ってるんだったらいいけど出せない、怪我人が 多すぎて。ちょっと苦しむかなと思う後半はね。で楽天、ノリが悪いもうちょっとノリが良くなればというね。なんかあるんですかね、うん、まあ、なんか問題抱えてることがあるんでしょう、はい、けども、はい、まあだけど力が ないかって言ったらそうでもないです ね、まあ、春先の勢いを取り戻せばここまで一気に来ちゃう、トップまで来るっていうのはないかもわかんないけども、
だけどここまで来る可能性もあるチームだよね。まあ日本ハムはまあゆっくりしなさいと、まあ、今年はね。ただ後半戦の勝ち星を例えば50試合だったら50試合残りがね25勝25敗ぐらいでいければ、はい、来年楽しみだよ本当に。だって噂は投げれない、はい、今年はね。で加藤がコロナちょっと状態が悪いでしょう。で前伊藤大海ね、杉浦もちょっと今いないよね。だからそういうことを考えるとそれでも5割ぐらいでいけるとすると来年はこの A クラスに入ってくる可能性があるからねこのチームは。なるほど、うん、だから面白いよ。ちなみにパ・リーグはこう6球団どれぐらいのこう並びなんですか、こう力加減っていうか。力加減はもうこうなってるよね。ああ でここが このぐらいだよね。でここがちょっと離れるかな、まあ、ここはひっついてるか、うん、で日本ハムが、ね、いや偉いしたいっていうのエースが骨折してんだぞお前。それはやっぱそうなるよ、うん、ビッグボスだってお前コロナになっちゃったしお前あんな大きいマスクしてんのにさなっちゃった、ね、ということは逆にファイターズにとって今まあそういう状況ですけど、うん、ここまでエースがいないってなった時にこれで今吉田輝星だったりとか新しい先発柱が出てきて、うん、まあ後半何勝かするとすごいこれ来年は見込めるチームになる。ああそう高いってことですよね。だから5割で最低いってくれたら、はい、相当力をつけたということだ。だからあの日本ハムは最下位でもいいよ今年、はい、だけど後半何勝固定で入って、ね、固定で戦って何勝何敗できるかっていうのを楽しみにしてください。そしたら来年が見えてくる。でこっちだってそうだよ、このぐらいにはいるからね。はい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 、はい、でこのぐらいにはいるからね、はい、本当にこの2つがちょっと離されるけどね、はい、こういうふうな感じだよ。だからここが三つどもえになってくると思う。だからここら辺はここら辺の三つどもえになるんじゃないかなっていう。だから僅差なんだよ、うん、ロッテだって例えばコロナになったとしたら、はい、これがガンと下がるからね、整備がプッといくから。だからコロナっていうのも、まあ、考えちゃいけないけども、まあ、そういう可能性が大いにあるということ。そうですね、もうだから寮とかやめた方がいいんじゃないですか、もう寮解散にして、まあ、いや俺は寮はねお金もらってんだから自分で自炊しながら自覚を持った人間だけ上に上がってこいって、うん、と思うよ。もう、まあ、最初から俺寮は反対だったから、まあ、なぜかというとやっぱり自立をしていかないとさプロ野球選手って。それで私生活に支障を期待して野球がダメになるんであればそれはもうそれまでだよ。そうですね、うん、それは18歳の、ね、田舎から出てきた子を、ね、一人で、まあ、例えば東京とかで済ますとすればそれは親心配だよ。だけど親も来るでしょ、そうや心配だったら。それも含めてあのなんていう自立とか自覚とかそういうことが生まれてくるからね、飯の心配しなくていいよみたいな、ね、電気代水道代関係ないよみたいな、それは寮費払ってるからそんなんじゃダメと俺はそういう考えの持ち主だからね。まあこうなります、はいはい、では湯坂さん、はいはい、この順位今書いていただいた順位で、はいはい、この選手、はい、このキーマンと、はい、いうことを選んでいただいて、その選手が活躍するともしかしたらこう順位変動に影響するんじゃないかとか、はいはい、この選手注目してほしいという選手をピックアップしていただきたいんですけど。なるほど、いいでしょうか。じゃあ横にね、はい、書いていきましょう。はい、はいはい、ということで、はい、ね、後半戦の順位予想、まあ、鍵を握る、まあ、選手たちはこれだって、この選手だということで、はい、ね、まずヤクルト、はい、ね、高橋奎二故障箇所がねちょっと気になるけども、はい、やっぱあの安閑とはしてらんない。やっぱコロナの影響でチームのバランスとかね、はい、そういうものも多少崩れてるところもあるし、だから高橋奎二がやっぱあの馬力のあるピッチングでやっぱ安定的に勝っていくっていうことがやっぱり理想だよね。前半6勝してますからね、6勝に。そう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 、はい、まあ、小川とか他のピッチャーもいるんだけども、はい、まあ、高橋奎二がやっぱ中心となってねちょっと引っ張っていかないとね、投手陣をね、はい、まあ、それと村上野手では、まあ、精神的な支柱だよね、ヤクルトの。そうですね、それとミスターヤクルトというね、こともあり、また三冠王にも注目という、
現在打率が2位ですか、ね、2位あ本塁打打点はトップということでね、はい、ダントツだよね、はい、だからそういう意味では三冠王あるかどうか、ね、これね村上の勝負を避けていった場合ってどうするんですか。例えばこれからやっぱり勝負をしていかないと、勝負していかないとサンタナがおる、やっぱサンタナも相当状態はいいよ。なるほど、うん、だから5番を打つバッターっていうのはすごく大事だったんだよ、はい、で前半っていうのはやっぱ山崎が出てきてくれたおかげで青木を5番に、はいはい、やっぱ名前でもあるとやっぱ相手ってやっぱ嫌なんだよね。だからそういう意味ではサンタナがいるっていうことは、まあ、できるだけやっぱこう勝負をしながらランナー貯めるとさサンタナにも一発あるから、だからなかなか安易に歩かす勝負を避けるっていうことが難しいんだよね。それとサンタナが悪かってオスナが良ければサンタナとオスナ入れ替えちゃうからあそこ、それもできるんだよ。それが強みだよね。だからそういう意味ではまあ勝負を避けられるっていうことは、まあ、あるにしてもそんなに多くはないだろうね。勝負せなきゃいけないですね。そうそう、はい、じゃあ続いて阪神、はいね、ここまで2位に上がってくるにはやっぱ西勇輝、このピッチャーがやっぱ勝てるピッチャーなんだよね、うん、だ安定的に勝てるかどうか、青柳みたいに、はい、青柳と2枚看板になると大きな連敗もしないだろうし安定的に勝ってこれると思うんだよね、うん、だからそういう意味ではやっぱり西しっかり投げなさいという6勝6敗ですからね。ああそうなんだ、防御率はね非常にいいとしても、うん、やっぱ勝ちがついてこないとね、はいはい、で打者では大山、大山様、大山大好き、大山が打っちゃ絶対勝てるという、大山がポイントを握ってる、今シーズンもう20本打ちますか。そうそう、でこの前ファーストからレフト守ったけど、はい、そういう意味でもちょっとポイントを握るかなっていうね、守備の面とかも含めて、まあ、新外国人が入ったことにもよってこうポジションをどうするのかっていう問題もね、そうそうそう、問題もあったけど、はい、大山を動かしたねレフトにね、はい、だからそういう意味ではその大山がポイントを握ってるかなっていうね、そんな感じがする、はい、で広島、はい、ターリー中継ぎの、はい、やっぱあそこは先発の頭は揃ってるし大体ゲームを作ってくるんだよね。そうなってくるとやっぱ中継ぎがどういう風に投げるか、森浦も確かにセットアッパーで投げてるけども、やっぱこうターリーっていうものが全体的なその相手のチームの勢いを止めるようになってくると安定的に後ろが楽になってくるから、だからまあターリーにちょっと注目だなって俺はね思うんだけどね。ターリーが出てこればこれはすごい中継ぎがね、あそう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 、充実が一枚加わるというね、はい、で打者では秋山がいることによってやっぱ相乗効果があるし、やっぱ打つことによってやっぱ認められる秋山が、そうなってくるとやっぱ前後も良くなっていくよ、うん、それとやっぱこう小園とかもいい勉強になるだろうしね、はい、で若手に与える影響力もあるだろうし、で秋山が打った試合っていうのはやっぱ必ず勝ってるというね、今のところね。だからそういう意味ではその秋山っていうのがちょっと注目だなっていう。で DeNA 今永、はい、青柳になれるかどうか、うん、でいいピッチングはしてるんだよ、はい、まあまあ今シーズン前半ノーヒットノーランもやったりとかさ、はい、いいピッチングはしてるんだけどなかなか勝ち、だから相手のエースと投げ合って勝ちがつかないというかね、はい、それが逆転できるかどうかね、エースと投げ合って勝てるようであれば4位から上に行く可能性があるということ、まあ例えば青柳と投げ合ったり絶対勝てるかとかさ、はい、まあ青柳に土をつけられるかとかさ、はい、そういうピッチングを期待する。まあ今4勝3敗ですから、そうなんだよ、だから物足りないんだよ ね、 そうですよね。でもね内容的にはねもっと勝ってていい内容はしてるんだけど、うん、まあだけどちょっと勝ち星に恵まれない、やっぱ勝たないとダメだよエースは。そうです、うん、で打者ではオースティン、まあ、後半から来るやろ、ね、どのぐらいのパフォーマンス見せてくれるか、はい、まあ、楽しみだし、そのポジションがどうなるのか、はい、ね、それによって流れができていた打線がどうなってくるのか、まあ、それを楽しみにして、オースティンが爆発し今永が勝てるようになったら一気にこっちに来るからね。そんなに、いや来る来る、うん、楽しみ楽しみ。でジャイアンツは菅野、やっぱ菅野が開幕から13連勝した時のような快投を見せないとなかなか順位は変わってこないよね、うん、だからやっぱエースがやっぱ頑張らないとね、うん、まあ、そういう意味では菅野6勝5敗ですからね、うん、
普通のピッチャーではよく投げてるんだけど、やっぱスーパーなピッチャーだっただけにね、だからちょっとその数字は物足りないよね。で坂本、おじさん来たよ。これはなぜかというと、坂本はやっぱりチームリーダーであり、やっぱり離脱してる場合じゃないと、はい、で岡本の後ろに5番に入った時に岡本の打率って上がるんだよね、やっぱり、はい、やっぱこう勝負をしてくれるというかさ、やっぱ坂本の存在っていうのはやっぱ兄貴分みたいな感じで、やっぱ頼りになるんだろうね。でみんながそうだと思うんだよ。だからポイントはやっぱ坂本がやっぱチームを引っ張れるかどうか、だからここら辺だよね、うん、これができるよ。菅野が怪盗乱魔のピッチングができて、坂本が、ね、岡本の後ろを5番がっちり固められたら A クラスは可能性は見えてくる、うん、で中日は大野、はいはい、大野が巻き越してるようじゃダメだわ、はい、やっぱエースでね、うん、だからそういう意味では、まあ、柳もそうなんだけども、やっぱ大野というものを開幕投手に据えた、やっぱそういう責任が大野にはあると思うんだよね。だからやっぱこう新監督の立浪監督に一つでも多くの勝ち星をつけれるように、まあ、頑張ってほしいなっていうのと、野手では高橋周平、うん、これ怪我してるよね。だけどまあ今年はそんなにもう A クラスに入れるかどうかっていうのは分からないような状況の中で、やっぱチーム作りをしなきゃいけない。そうなってくるとやっぱ高橋周平っていうのがやっぱチームリーダーになってきてくれないとさ困るんだよね。でやっぱり強いチームっていうのはチームリーダーがいる、まあ、例えばヤクルトだったら村上とかさいるんだけども、やっぱ中日で本当にグイグイ引っ張ってくれるようなそういう選手になってほしいんだよ、高橋周平にはね。だから名前は挙げたけどもね、はい、まあセ・リーグがこういう風な感じ。パ・リーグ、はい、もう佐々木朗希、佐々木朗希がフル回転してこそこの順位だから、はい、フル回転だ、豆ができて離脱とか、はい、ね、ちょっと疲れてるから登板1試合登板回避とか、そうなってくると危うくなる。これはなぜかというとみんな疲れの中でやってるから、まあ若いとはいえね、若いから疲れないだろうって、まあ疲れるんだけどさだけどフル回転してこそこの順位だから、はい。で野手では荻野、荻野、うん、やっぱポイントで言ったよね、はい、このチーム足って、うん、ね、投高打低の時に足が使えるせいで、まあ、高部でもよかったんだけどね、で荻野がやきもちをやっちゃいけないから、いやこう荻野にしたけど足を使える、ね、これがポイント。で佐々木朗希がやっぱこうフル回転というかローテーションを守れるかどうか、ここにかかって、で西武ライオンズ投手王国になるという予言はしたよね、はい、隅田が入ったから俺したんだよ、はい、で隅田がまだ一勝でしょ、一勝が長いですね、うん、現在、いや後半おそらく出てくると思うんだけども、このピッチャーが勝ち出したらこれがひっくり返るから、可能性があるから、はい、だから他の高橋コーナーとか今井、これは実力者だよね、うん、松本もそう、はい、だからあと 1,2 枚欲しいんだよ、それが隅田なんだよ、頼むよ隅田。俺は西武ライオンズが1位にしてるんだけど、全体的な予想はね、はい、春先のだけどエラーが多いとか、まあ、そういうことを考えると、まあ、2位にしちゃってるんだけど、今からでも 7,8 勝いけるようになれば、これ逆転する可能性がある。でバッターは山川、はい、もう山川が60本打ったら優勝するかもいや可能性あるからね、山川は、はいはい、爆発したら爆発するからね。だから山川一人で打ってるような感じがするけども、山川が打つと、はい、ね、繋がってくるから打線が、だから頑張ってほしい。でオリックス宮城、宮城くんね、山本はさすがだな、もう10勝して、はい、ね、で他のピッチャーも、まあ、そこそこ投げてる。やっぱ昨年優勝したのは山本、宮城が負けなかったということなんだよ。で宮城がいいとこまで行くんだけど今年やられるんだよね、6勝5敗ですね現在。そうなんだよ、はい、だからこれは6勝5敗がもう本当に8勝ぐらいしといてくれないと困るんだよね。だから計算に入ってるピッチャーだけに、はい、後半負けをどれだけ削れるかだよね、はいはい、まあ10勝はすると思うけどね。10勝するんですか、うん、12勝ぐらいしてくれたらこれがここら辺まで来る。
ね、で打つ方杉本、はい、ね、前半戦苦しんだよ、ね、開幕当初から、はい、でもやっと自分のバッティングができるようになってきたね、うん、だからこれが後半できるかどうか、また、うん、続けられるか継続ができるかどうか、まあ、それにかかってる、はい、福岡ソフトバンク石川、はい、千賀はねもう間違いなく勝つよ、うん、例えば山本と投げ合ったらそれはどっちが勝つかっていう分からないけども、まあ、千賀は普通のピッチャーだったら勝つよ絶対、うん、で石川、はい、3勝5敗ですね今、ものすごいいいピッチャーなんだよ、うん、で変化球も独特な変化球持ってて、はい、負けるわけがないと思ってるんだよ俺だけどやっぱ投げてるボールが甘すぎる、だからそこら辺制球良くなってきて勝ち星をこうやって上げてこられると順位も上がるというね、はい、で打つ方はもう中心選手柳田、もうこの選手しかいないよ、もう怪我人が多い中、前半戦の、ね、最後の試合で2本ホームラン、はい、ホームラン打ったりとか、ね、気を吐いてるけども、やっぱ後半も頼るしかないよね。楽天、お則本、はい、則本が勝てなくなってきてるんだよね、6勝5敗ですね、あで春先良かったんだよ、はい、だけど、やっぱここに来て勝ちがつかない。負けがつく、ね、あの1イニングだけガタッと崩れる、はい、まあ、そういうことをなくしていけば勝てるピッチャーなんだけどもさ、だからここら辺やっぱ踏ん張りきれるかどうかだね、やっぱエースと言われてる、はい、ね、この男がやっぱ勝っていかないとこの浮上はないということだよね。で打者は浅村、もう浅村しかいないよ頼るよ、頼むよ打ってよみたいな、はい、ね、まあ、そういう感じです。で日本ハムビッグボス、これしかない。これビッグボスの作戦によって全然変わるから、選手も注目の選手って言ったって出てねえじゃないかっていうことになるから、まあビッグボスになるんだけど、ビッグボスが後半本当に固定をある程度し、厳しい管理の下で野球ができるかどうかだよね、これが楽しみ。ビッグボス次第ではもうその来年再来年までこう浮上するチームになるってことですね。なるなるなる、後半戦なるなる、うん、だからビッグボスに注目という、まあ、選手じゃなかったけどね、まあ、監督だね、まあこういう風になりました、はい、ね、まあ、後半戦、いよいよスタートします、まあ、応援してください。暑いですけど、あとコロナが心配だけど、そうですね、でもコロナによって全然順位が変わってきてしまう可能性があるんでね、はい、まあ、そこら辺はご容赦ください、はい、ありがとうございました。